ジョン・ピム。ジョン・ピム、ジョン・ピム、1584年から1643年12月8日は、17世紀イングランドの政治家。新京都革命、イングランド内戦の初期において主導的な役割を果たした一人である。サマセットシャーのジェントリー・アレクサンダー・ピムとフェリッペ夫妻の息子として生まれ、1年も経たずに父を亡くし母が、アンソニー・ラウスと再婚。 経験なピューリタンであったまま父に育てられた。1599年にオックスフォード大学に入り、3年後の1602年にミドルテンプル放送院に進んだ。この学生時代に火薬陰謀事件が発生し、ピムに強い反カトリック感情を生み出す一員となった。ベッドフォード博、フランシス・ラッセルとは系譜を通じて家族ぐるみの交際があり、 その支援を受けて1605年に核応領の収入薬を任され冬になり、財政知識だけでなく、衆院会に属して、地方政を学び取った。1614年に、庶民院議員に選出され、1621年にも再選されている。また、収入薬を務めていた頃に、義士の娘と結婚し7人の子を設けたが、1620年に、妻、母、 義兄を相次いいで失っている。1621年の議会でピムはカトリックへの弾圧を支持して全イングランド国民に忠誠の誓いを求める一方ジェームズ1世に対しては忠誠と引き換えにイングランド人の諸権利を国王が保障すべき功を強く求めた。激怒したジェームズ1世により議会は解散、ピムもロンドンの自宅で軟禁状態に置かれるが 有能だったため収入役を罷免されずに済んでいる。ほどなく政治活動を再開、1624年の議会にも出席して、反カトリック主張を止めなかった。チャールズ一世の第の1626年に起きた、バッキンガム公ジョージ・ビリアーズの弾劾ではその失勢を追求して、反国王派から注目を受けるようになる。だとともに1628年の権利の、 生願作成と提出に中心的な役割を果たしたが、翌1629年にチャールズ一世が議会を解散して、無議会状態となると、プロビデンス島会社の収入役に就任した。これは、表面上、新大陸における植民地建設のための会社であったが、裏では、反国王派を政治的弾圧から保護する目的を有していた。株主に、 庶民院議員ジョン・ハムデン、貴族院議員をオリックク・ロバート・リッチなどが名を連ね、スペイン軍がカリブ海の植民地に上陸して会社が倒産した後も連携を保った。また、政府に投獄されていたエリオットが1632年に国死すると彼に代わり、ハムデンと共に庶民院指導者として政府を批判していった。 1640年4月の短期議会によって議会が再開されたとき、主教戦争の軍備捻出のため議会に課税同意を求めるチャールズ一世に対して、無議会政治への非難と人民の政治的権利の保障要求と国王の政治へに対する追求を行った。続いて、11月からの長期議会においてピムは、王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスやカンタベリー大主教、 ウィリアム・ロード、政権指導者のストラフォード博トマス・ウェントワースらの、球団を行った後に、ストラフォード博は処刑。また、無議会政治で、チャールズ一世が乱用した体験と、その執行期間の廃止に、尽力、1641年2月から8月に、かけて、トン税、ポンド税、船舶税禁止、性室長、高等州務官裁判所、廃止。 三年に一回議会の召集などを定め、王政に制限をかけていった。それらは、新京都革命が終わり王政復古が始まっても、変更されず保持され、イギリスが近代国家へ進む土台となっていった。これに対して、チャールズ一世は、先のスコットランドにおける宗教戦争に、ピムラ反国王派が関与したと非難して孤立化を図り、さらにアイルランドにおける反乱の発生で、 イングランド国内に巨国一的な空気が生まれたことがピムを苦境に追い込んだ。ピムに率いられたグループは11月に議会の大歓送、代行義文を過労辞的議会で通してこれに対抗した。代行義文は議会を通過したもののわずか11票差という際どいものであった。1642年1月3日、チャールズ一世は貴族院に対して ピグやハムデンら急進的な5人の庶民院議員の逮捕を要請したが失敗に終わった。これを知った5人は翌4日に議会に登院してチャールズ一世を挑発、ついにチャールズ一世自らが兵を率いて庶民院に乗り込む事態となった。だが5人は直前にロンドン市内に逃げ込み5人の引き渡しを求めるチャールズ一世に対して ロンドン市民は抵抗の姿勢を見せたために、チャールズ一世は身の危険を感じて、ロンドンを脱出、11日に5人は議会に復帰した。これにより、議会派と応答派は戦争へ向かい8月2が始まり、大抗義分をめぐり議会派内部も分裂、ピムやハムデンら急進派はに属し、恩賢派は、ピムの友人だったエドワード・ハイド、後のクラレンドン伯爵など、 王党派に転向する議員もいたが、大勢は、長老派を結集し後の内部構想を招くきっかけにも、なった。内戦発生後は、議会派の財務担当者となり、王党派と戦うための民兵と新税の必要性を、唱えて反対派を解いたほか、オリバー・クロムウェルら各地の有力な指揮官を、議会側に引き入れた。議会に対しては指導力を発揮。 内戦長期化で恩恵派と急進派が揉めて分裂する事態を避けるため、恩恵派が提案する国王との和睦交渉を支持する一方、戦争遂行に欠かせない財政基盤の確立にも取り組み、両派をうまくなだめて分裂を抑えた。1643年に国王と議会恩恵派の間で和睦交渉が開始されたが決裂する場合を見越し、3月に交渉の裏で、 王党派の財産没収を立法化、カトリックの脅威と陰謀を吹聴して、危機感を煽り、2月から7月にかけて、各州の財産評価及び課税、消費税をはじめとする課税の導入を推進、議会の財政基盤を確立した。この税制も、王政復古で継続し、近代国家イギリスを支えるシステムとなった。一方、7月に、 スコットランド国民名約から同盟を打診されると、ヘンリー・ベインら代表団をスコットランドへ派遣して、名約派のアーガイル公爵、アーチボールド・キャンベルらと交渉に当たらせ、自らは、議会軍の指揮官エッセックス・博、ロバート・デ・バルート・ウィリアム・ウォラーの対立を抑え、議会の分裂防止に努めた。さらに9月25日には、スコットランドとの同盟交渉に成功した、なと契約、 その際、すべてのイングランド人に対し、同盟の遵守を通じて議会への忠誠義務を制約させた。これは、国民大衆の議会のもとにおける一致団結を求めたものであった。だが、ピムはすでに案に侵されており、12月8日に逝去。一週間後の15日に、ウェストミンスター寺院に葬られた。6月に、ピムに先立ってハムデンもで廃死。 彼らの後を継いだベインとオリバー・シンジョン、クロムウェルがそれぞれ政治と軍事に取り組んだが、内戦に勝利するとクロムウェルが対等、やがて革命の新たな指導者へと上り詰めていくことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。